それでは、多田がこの表題の文献を紹介します。この論文は、ナックルに採択されたショートペーパーの論文です。まず、文レベルの類似度といいますか、文脈っていうのをより反映する、単語レベルの、マッピングっていうのを、クロスリンガルエンベマッピングでですね、すいませんっていうのを、提案した論文になります。タヤコパス内のアライメントされた文埋め込みっていうのを直接、マッピングしてあげることによって、あの変換行列に、これまで単語レベルっていうのが主だったんですけども、コンテキストっていうのを組み込んであげようっていう論文です。で、単語アライメントを有する、タヤコ文にを使用して、文脈化された、単語マッピングっていうのも、見ています。文字が多くてすみません。イントロダクションとして、クロスリンガルの単語インベンディングモデルっていうのは、言語間の、辞書の拡張だったり、意味を持ってくるっていうので、を目的に、埋め込まれているっていうのがあります。で、マッピングに直行性の、制約っていうのをつけてあげることで、言語間、あ、言語すみません、語彙間っていうか語間、言語を、移動した時にの、ペアワイズ距離っていうのが保持されて、単語の、翻訳検索の精度が上がったよっていう報告もあります。で、単語レベル、あ、単語ベクトルの、言語間、単語ベクトルっていうのは、言語間、言語をまたいでも、一貫している、あの空間ベクトル一貫性があるっていう報告もあります。ただ一方で、語義や MS になる語だったり、駆動詞、これだとスタンドアップとかスタンドアウトとかの、それぞれの語に対しては、一つの語で意味をなすものでないので、それを、使ってマッピングをすると、全体的に見てあまりこう最適でないマッピングになるっていう問題があります。で、この論文では、明示的な、語義曖昧性解消だったり、言語資源を追加してあげて改善しようっていうのではなくて、コーパスの、文の意味っていうのを反映させてあげて、それを、解消してあげようっていう論文になります。で、この、論文では2つのアプローチをしていまして、言語モデル、言語モデル、エンビニングというか、エルモを使ってあげて、文脈が反映された埋め込みを使ってあげようっていうもの と、個々の、単語埋め込みではなくて、文の埋め込みの変換を学習してそれを、反映させてあげようっていう2つが、行われています。で、まず、マッピングの、直行の変換というか、変換する際の、に適用する、変形なんですが、この、式のままになるんですけども、ソースとターゲットのペア XY があって、それの、列が、事象項目のベクトル表現である行列 X と Y というようなのを使ってあげて、直行性の制約によって、元のソースベクトル空間のペアライズワイズが、先ほども触れましたが、変換後も維持されるっていうのを使ってあげて、で、このすいませんどこだ、あ、そうですね、この R の、ベクトル R を、最小にするような最適化を行うことで、この、変換が、意味を保持したままできるよっていうものになります。で、もう一つのアプローチの、語義というか文脈を反映したエンベディングでは、ソースと、先ほども触れましたけど、ソースとソース言語の翻訳の、単語埋め込みっていうのは、同じような傾向を持つっていうのがありまして、ここ先ほどと同じですね、語彙曖昧性だったり、駆動詞の、影響があるっていうのを考えなきゃいけないっていうのがあります。
で、まあ、先ほどの、続きになるんですが、まあ、エルモから文脈された単語を埋め込みを得てあげるっていうのと、それと同時に、こちら先行研究で、エルモの、単語埋め込みを平均算術平均で、分ベクトルとしてあげたもので、いい精度が、いい分ベクトルができるっていう報告があるので、この2つを使ってあげます。で、まあ、辞書については、まあ、まあ、ここにある通りで、まあ、単語アライメントを有するヘルツコーパス、まあ、対学コーパスを、使用してあげて、この IBM モデルっていうので、単語埋め込みの動的事象を抽出して使用してあげるっていうものになります。で、実験なんですが、単語埋め込みには、ファストテキスト、まあ、を使った用いた、まあ、スキップグラムと、文脈を反映した単語エンベディングとしてはエルモを使ってあげます。で、文章埋め込みとしてあげたものは先ほども触れたんですけども、エルモの単語埋め込みの平均というものを使ってあげます。でこの実験を行う時のデータなんですが、まあ、こちらになりまして、まあ、ワンビリオンワードベンチマークっていうのと、まあ、このシェアドタスクの、データっていうのを使ってあげます。で、学習時は、エルモもファストテキストもトレーニングは、デフォルトのものを使ってあげます。で、ゲーム間のマッピングには、このデータセットの中の、コモンクロデータっていうのと、またその、テストセットを使ってあげます。で、すいません、長くなってしまうんですけど、まあ、エバリエーションでは、ニアネストネイバーを使ってあげて、まあ、対訳コーパスの、ターゲット側で正しい翻訳っていうのが得られるかっていうのの精度を見てあげることで、文脈、文翻訳検索における、まあ、クロスリンガルマッピングのこのアプローチの評価っていうのを見てあげます。で、データそれと同時に、データ量によってどのような影響を受けるかっていうのを見たいので、トレーニングコーパス分割してあげて、まあ100から100万の間でデータ量を変えてあげて実験をしてあげます。で、まあ、アライメントなんですが、まあエルモでは、単語埋め込み、エルモでは単語埋め込みは、文脈から計算する必要があるので、この、ファストアラインっていうのを使用してあげて、単語レベルのアライメントを適用することで、対コーパスから、文脈化単語の、事象を抽出してあげます。で、ソース文とターゲット文に対する、文脈化単語埋め込みを、計算してあげて、1対1のアライメントを持つ単語から、事象を抽出しています。で、この時にこれは、そのままやるとすごい量の規模の事象になってしまうので、効率化のために単語数を1メガ2個で制限して、作っています。で、まあ、比較するファストテキストでも、まあ、同じ対訳セットを使ってあげて、単語アライメントからの確率から辞書を作ってあげます。で、長くなりましたが、こちらが、実験結果になりまして、で、ここで、先ほどから、ちょっと長く説明した、ものが、この上の4つこの、グラフのようなグラフになりまして、で、この横の点線が、既存の辞書っていうのを使ってあげてやった実験になります。で、やはり、パラレルセンテンス、まあ、データ量に結構、からの影響が多いっていうのはがあります。で、特に、このエルモの、センテンスエンベディングのこれですね、
ターゲット言語からイングリッシュに戻してあげる、日本訳するときに、50K ぐらいのところでこうガンと上がるだったり、そういった、データ量による影響が結構あることが、分かりました。で、まあ、基本的には、まあ、ベースラインとしているこの既存の辞書のものよりも、いい性能が出せたというものになります。で、まあ、そうですね。で、あ、すいません、忘れてました。で、ここの、右下の、スコアは、センテンス、データ量が1メガの時のこれ平均になります。で、エルムベースのモデルっていうのは、ファストテキストより、高い性能を、示しているんですが、ターゲット言語からイングリッシュの方向には、それが、言えるんですが、まあ、それも言えるんですが、あまりこちらほど顕著でないっていうのがあります。これぐらいですね。すいません。で、先ほど行った実験と別で、多言語の語彙から正しく翻訳を検索する精度っていうのを、そうですね、クロスリンガル、単語見込みっていうのは、まあ、多言語の語彙から正しく翻訳を検索する精度っていうので評価されることが一般的だそうです。で、でここで、センテンスレベルと、ワードレベルのマッピングをしているんですが、単語レベルでは、文脈と離れたタスク、文脈単語同士のこう、こうちゃんとそれが取れているかっていうのを見るので、まあ、若干文脈っていうのとは離れたタスクになるということで、ファストテキストのパフォーマンスで見てあげるっていうことをしています。ただ、変換、言語から言語の変換は、文レベルで学習した、先ほどちょっと触れた、変換行列を使ってあげて、変換してあげるっていうことをしています。で、また、ここにある通りなんですが、まあ、人間、まあ、ピアソン相関と、スピアマン相関を使ってあげた、まあ、最初に触れたテストデータですね、この、タスクで、も評価してあげるということをしています。で、これが結果です。で、まあ、ソース言語から英語への翻訳ではワードレベルのマッピングの方が若干優れているという結果になっています。で、ソース言語間の、そうですね。で、単語類似性タスクでは、文レベルのマッピングは、全部ではないですけど結構いい精度も出しているっていうのがあります。で、でこちらは、先ほどの、ピアンス相関とスピアマン相関のものになります。で、どちらも、単語レベルも、センテンスレベルも、結構比較できるというかコンパラブルな結果になったということでした。長くなりましたが、コンクルージョンです。マッピングにコンテキストを組み込んだ、単語マッピングっていうのを、提案しました。で、単語アライメント
を、有する、パラレルコーパスを使ってあげて文脈化された、単語埋め込みマッピングっていうのを、実施しています。で、文章の、先の実験ですね。では、文脈に依存しない単語のマッピングよりも、いい精度が出たよっていうことが書かれています。で、文レベルの変換っていうのは、最後の、ファステキストで実験してあげて、変換するときに文レベルの、で学習したものを使ってあげるっていうものでは、単語の翻訳進出っていうのを損なわずに、まあ、単語レベルのマッピングに、用いることができるよっていうふうに、述べられています。以上で終わります。